皆さんご記憶あります？中学校で、中国の、はいはい、安倍さんを、暗殺を、舞台にしたやつ。舞台にして、とんでもないやつ。とんでもないやつだね。うん、静まっちゃいましたね、あれね。あれ何かどうなったんですか、結局って話なんですけど。一瞬パッて燃えて、まあでもなんかあんまり相手にするのやめようみたいな感じなんじゃないですか。一度死んだ人はまあ二度ならず三度殺すみたいなね、ことになっていくっていうのは、ね、現地で今あれやってるんですよね。調査をやるということで。調査？はいはいはい。状況、どういう状況だったのかっていう事件を調査して、学校にも報告しろっつって言ってるんですって。なんでそんなことしたんだと。うん、明らかじゃないかと思うんです。しかもこれまだどうなったかは伝わってこないんでしょうね、これ。二発の銃声、死体が寒くなって、汚水は海に排水され、問題が残るみたいな。カンバンバーとかって。いや、もう気持ち悪いな、あいつら。でもちょっと発想としてね、なかなかあんまりないかなと思ったんですけど、うん、でもこれね、その時の反応見てて、今も実はまだちょこちょこ SNS 見てると、はい、まだあるんですか？まだ上がってるんですよ。あの動画も上がってますし、でそれにコメントついてるんですよ、はい。子供だから許してやれと。子供だから余計ダメだろ。そう。女性には優しくしてくださいとかよくわかんないですけど、なんだこのような素晴らしい演技をしたんだから、教育局は才能を無駄にしちゃダメですよとかね、こういうちょっと悪ノリしてるやつらもいると。悪ノリですね。ただ面白いのは、はい、日本では暗殺ができてもね、中国ではできないですからねみたいなね、ちょっと皮肉言ってる人とか、その厳しい顔、笑い事じゃねえぞって話ね。はい。でもこれ覚えてます？実際起きた時その後、はい、こんなもんじゃなかったじゃないですか。今ちょっと調べたら、はい、いっぱい残ってますよ、中国系の SNS に。ああ、前ね。もうやりましたけど、はいはいはい、新しいのもあるんですよ、今。まだやってんですか？どうですここ載せます？いや、載せない。いや、まず例えば結婚式のやつ知ってます？結婚式で、司会みたいなの出てきて、DJ みたいなのやって歌ってるんですよ、カラオケみたいな。はい。それで、あの剣をあとは。歌ってるんです。歌ってるんです。替え歌みたいなこと。そうそうそう。盛り上がってるんですよ、結婚式は。結婚式ですよ。どういう感覚の？あと、これは前流したかもしれないですけど、DJ の覚えてるじゃないですか。ライブやっていて、DJ が、うわーっとこう、はい、安倍さん死んだ死んだみたいなことで、その乗せ、うわーっと盛り上がってる。煽ってるんですか？煽ってるやつ。へー。とかね。あと、もっとすごいのは子供たちもあるんですよ、これ。おこれ最近アップされてたんですけど、はい、子供たちが日本を、はい、やっぱ、なんですか、小国とか言うんですよ、ちっちゃい国みたいな。はいはい、小日本。小日本ですね。はい。ああいうのを叫びながら、なんか大砲みたいなの持ってぐるぐる回ってるようなやつとか、子供何人も、うん、ような動画とかも出回ってて。何なんでしょうね。今ふと思ったんですけど、小日本って何なんでしょうね。全然なんかこっち響かない。そうそう。ダメージ食らわないじゃん。ダメージ食らわない。小日本って言われても。はって。だからまあ、しょぼい国っていうことが言いたいんですよ。小日本って。そうそうそう。大体小日本出てくるじゃないですか。大がいいと思ってるお前らの価値観はどうなんだっていうね。まあ、ごめんなさい。これなんか中国の悪口の回になっちゃいそうですから。あかんかん。こういうことをやっていて、で、しかも、なんで何が言いたいかと、ここまでずっとまだ残してるんですよ、SNS に。ああ、削除しないで。しないで。あれ、ウェイボーかなんか出てるんですか？ウェイボーとかから出てるのは出てくるし、あとは TikTok の。TikTok？ うん、関係で。で、TikTok 出てるってことは海外向けなんで。そうですね。はい。国内また別に TikTok の別のものなんで、うん、当然コントロールできるんですけど。はい。それをまあ流してるってこと自体が、ちょっと意図を感じるよなっていう気もするんですけどね。どうせでしょ。どうせどうせ。どうせプロパガンダでしょ。昔からね、そうじゃないですか。デモのところから。あ、そうです、ね。焚き付けておいて、そうそう、僕たちじゃ抑えられませんみたいな、そういう。はい。で、最後抑えて、抑えてあげましたっていう話ですよね。どんなマッチポンプだよって、いつも思って。そうですよね。あんだけコントロールできるんだから、できなきゃおかしいですしね。だからこそだって成り立ってるわけじゃないですか、あの国はっていうところがありますけど、まだこういう反応がちょこちょこ出てきてるので、大丈夫かなって思いますよね。冷静に考えたらあれですよ。日本の10倍人口がいるわけなんで、うん、変なやつも10倍いるってことですよ。まあそうですよね。ただ、変なやつが自由に変なことできる方はできないじゃないですか、あの国は。ああ、そういうことね。変なやついるんですよ。いるんですけど。それをだからちゃんと買って、そう今やれっつってやってやらしてるってことです。でもね、昔は良かったんですよ、はい、その変な人たちが。どういうこと？ただサイバーセキュリティとか今わーって言ってますけど、はい、最初の出始めの頃は、中国のサイバー能力者、ハッカーの人たちとか、はい、めちゃくちゃ能力高かったんですよ。へー。だから変な人多いんで。ちょっとその偏見はどうなんですか？本当に本当にすごいこういう人たちが多くて。いや、もう、そうかもしれない。あの時代、そんな時代に、パソコンをずっとやって、人のパソコンに入り込むって、いや、ここは最後まで言いますよ、ここは。いや、今いろんなあの、YouTube 見てるそういう人たちを、ちょっと敵に回してる可能性ありますよ。はいはいはい、どういうことですか？どういうことですか？いや、パソコン強い人とかを、ちょっと敵に回してる可能性ありますよ。これ時代が、
違います。こんなに、こんなパソコン普及してない時代ですから、これ。わかんないですよ。このおじさんでコーラ飲みながら、タカタカタカタやってる人がいるかもしれないです。当時ね、30万、100万とかしてたじゃないですか。はい。アップルとかもね。いや、そう、本当にそういう時代ですよ。まあ、だから、パソコンなんか手に入らなくて、自分たちでこう、本当にハードディスク、ジャンク屋で買ってきて、こう、作るみたいな、そういう時代に、それにぐわーっと入ってきて、で、しかもサイバー攻撃なんて、米軍なんかまだわかってないような時に、中国は、ハクティビストに走りですよ、完全に。愛国ハッカーって言ってたんですけど、で、そういう人たちがいろんなところに攻撃したり、うん、あと嫌がらせしたり、うん、あと靖国神社に政治家が行ったらそこ、ね、まだ古い昔のウェブサイトですけど、はい、に書き換えたりとか、そういう人たちやってたんですよ。それを使えると、中国軍と思って、全員取り込んだんですよ。ああ、そういうことです。で、それが今の中国部隊の、まあ、中国部隊中国のそう、人民解放軍のサイバー部隊の、ああ、そうなんですね。最初の走りなんですよね。それが。聞いたら別にいい話でしょ。いや、だからその、あんまりステレオタイプ的にその当時の人が行かれてる人がパソコン触ってたみたいな感じにしない。行かれてるなんか言ってた。でもね、実はこれあんまりあれです。こっち海外の人よく知ってるんですけど、はい、当時日本にも、はい、その人たちとすごくつながっているハッカーがいたんですよ。はいはい、日本人で。へで、この方は本書いてるんですよ。当時。ですけど、はい、若くして突然死してるんですよ、はい。当時は本当にハッカーの走りなんで彼は、はい。日本のいろんな当局の人が彼にアドバイスをもらってたんですよ。うん、ああ、そういうことですか。だけど突然死んだんですよ、ね。あれで、ただ事件性はないってこう僕も警察聞いて、事件性はなかったらしいですけど。でも、ね、警察の事件性がないが当てにならないってよく知ってるじゃないですか。まあね。まあね、そうですよね。ここまでで。いや、でもその方が書いた本は今も読めるんで、もしよかったら読んだ方がいいと思います。ああ、そうですか。素晴らしい。ですか、チャイナ、シンドローム、それ以下か。チャイナハッカーかなんか。チャイナアマゾンの中古があれば入ると思います。なるほど。すごい古いですけど、今読んでも、刺激的ですよ。へえ。もうその方亡くなってるんで。そういう走りなんですけど、はい、だからそういう時代があったのに、ね、気がつけば、うん、SNS で安倍さんの愛のをね、亡くなった人のことを揶揄するような動画をいつまでもずっとアップし続けて、強引に戻したけど話繋がってるようで繋がってないです。めっちゃ繋がってる。僕今結構いい感じに戻したなと思ったんですけど、違います。だいぶ寄り道がすぐダメです、はい。けしからん。とにかくあれはでも。でも本当にね、良くないですよね。今のだからこれこそ、ね、いろんなところでテロが起きて人が死んでるとかそういうのありますけど、犯罪行為もそうじゃないですか。うん、テロリストのね、家族もテレビ出すとかっていう批判もありますけど、それも似たような話じゃないですか、こういうのって。まあね。うん。だからどこの国にも変なやついるけど、中国は政府主導でやっていると。そう。で、それを意図的にやってるはずだということなんですよね。はい。